カドワラダー・コールデン・ウォッシュバーンは、アメリカ合衆国の実業家、政治家及び軍人であり、後に、フォーチュン500に入るジェネラル・ミルズとなる会社を起こし、ウィスコンシン州知事を務めたことで著名となった。メイン州リバーモアで7人兄弟の一人として、生まれた。その兄弟には、イズラエル・ウォッシュバーン・ジュニア、エリフビ・ウォッシュバーン。 ウィリアム D ・ウォッシュバーン及びチャールズ・ウォッシュバーンがいた。いとこのドリラス・モリソンは初代ミネアポリス市長を務めた。ウォッシュバーンは生まれてすぐに転換症と診断されていた。ウォッシュバーンはメイン州ウィズカセットの学校で学び、1838年から1839年にそこの教員になった。1839年に アイオワ州ダベンポートに転居した。アイオワ州の地質学調査に協力し、その後入りの一州、ロックアイランドで法律を学んだ。1840年には、ロックアイランド軍の測量士に選出された。2年後には、法廷弁護士として認められ、ウィスコンシン州ミネラルポイントに転居して、法律実務を始めた。1854年、共和党員として、 ウィスコンシン州のアメリカ合衆国会議員選挙に出馬して当選し、1855年3月4日から1861年3月3日まで3期、務めた。3期目には、私有地クレーム会委員会の委員長を務めた。1860年の選挙は、出馬を辞退した。ウォッシュバーン家は常に強く奴隷制に反対していた。 ウォッシュバーンは1861年にラクロスに移動したが、その年後半に南北戦争を起こさないために開催された急戦協議の大議員としてワシントン DC に戻った。南北戦争では北軍に入り、1682年2月6日に第二位ウィスコンシン志願騎兵隊の大佐となり、7月16日には巡位 11月29日には少々に昇進した。ユリシーズ・グラントのビックスバーグ方面作戦の初期段階では第13軍団の騎兵隊を指揮した。ビックスバーグ市に対する包囲戦が始まり、グラントがあらゆる利用可能な部隊を要求すると、ウォッシュバーンは包囲の間、第16軍団の文献隊を率いた。ナサニエル・バンクスのテキサス海岸での作戦行動では、 第13軍団の第1師団を指揮した。戦争の残り期間、ウォッシュバーンはミシシッピ州やテネシー州で管理的業務を行った。南軍令山ベッドフォードフォレスト少将が1864年のテネシー州メンフィス襲撃を率いた。ウォッシュバーンは捕獲を免れるためにナイトシャツのままその作戦本部を逃げ出しピッカリングトリまで逃げることを強いられた。 ウォッシュバーンは1865年5月25日に北軍を除隊した。ウォッシュバーンはエイブラハム・リンカーンが署名した任命書を持つ栄誉に良くした。ある時点ではグラントがウォッシュバーンのことを我々が得られる最善の管理士官の一人と呼んだ。戦争が終わるとウォッシュバーンはラクロスの家に戻り、 再度アメリカ合衆国会議員に選ばれて1867年3月4日から1871年3月3日まで2期、勤め、1期目に公共建造物採出委員会の委員長を務めた。1870年の選挙は出馬を辞退した。1871年、ウォッシュバーンはジェームズ・アール・ドゥーリトル閣下に対抗して、 ウィスコンシン新州知事選への出馬を進められた。ウォッシュバーンは選挙に勝って1872年1月の第1、月曜日に知事に就任し、1874年まで務めた。1873年の再選を求めた選挙では落選した。その1年後にエッジウッドビラ領地をサミュエル・マーシャルから購入したが、そこには現在エッジウッド大学が立っている。 1844年、ウォッシュバーンは土地の中外人、サイラス・ウッドマンと共同経営を始めた。この二人は共同で、ウィスコンシン工業会社など様々な会社を発展させた。最も成功した事業は土地の取得だった。1855年、ウォッシュバーンズウッドマンズミネラルポイント銀行を創業した。ウォッシュバーンとウッドマンは、 その共同経営を1855年に有効的に解消した。その後1859年にウォッシュバーンはラクロスに移転し、ラクロス製材会社を買収した。ウォッシュバーンは製材業で働き、ミネアポリスに製材所を設立した。ミネアポリス市では、ミネアポリス製粉会社を通じてセントアンソニー滝を流れる水の動力圏を賃貸した。 1866年、自身のウォッシュバーン B、ミルを建設したが、これは、当時利益を出すには、大きすぎると考えられた。しかし、ウォッシュバーンはこの事業に成功し、1874年には、さらに大きなウォッシュバーン A、ミルを建設した。当初の A、ミル工場は1878年の、小麦粉爆発で破壊されたが、後に再建された。 1877年、ウォッシュバーンは、ジョン・クロスビーと共同で、ウォッシュバーン・クロスビー会社を作り、それが、現在のジェネラル・ミルズとして知られることになった。ウォッシュバーンは1849年1月1日に、エリザベス・シンクレア・ゲールとアンドリュー・シェフィールド・ゲール、夫妻の娘、ジャネット・ゲールと結婚した。夫婦ともにこの時30歳だった。夫妻には1850年に、 最初の娘、ジャネット・ゲール・ウォッシュバーンが生まれた。ネッティが生まれた後に、妻のジャネットは、精神的な病の兆候を示した。1852年に二人目の娘、フランシスを出産した後で、妻を、ブルーミングデール精神病院で世話する手配をした。後にジャネットは、マサチューセッツ州ブルックリンの施設に転院し、1909年に90歳で、死ぬまで、 そこに泊まった。ウォッシュバーンは、エッジウッドビラ領地を1881年に、ウィスコンシン州マディソンのシ品シは、ドミニク修道所会に寄付した。エッジウッドビラ領地は後にエッジウッド大学と、エッジウッド高校となった。それから1年近く後の1882年に、ウォッシュバーンは死んだ。その死後、不動産は200万ドルから300万ドルの間の、 価値があると見積もられた。ウォッシュバーンの意志で、現金はその娘たちと一族に残された。しかし、その大きな部分はその妻、ジャネットの世話のために取って置かれた。ウォッシュバーンの死後、エッジウッド大学では6月に、ウォッシュバーンでお祝う伝統が始まった。ウォッシュバーンは療養のために温泉を訪れていた、アーカンソー州ーーレカで死んだ。その遺体は、 ラクロスのオークグラブ墓地に埋葬された。その死後に大きな遺贈がなされた。土地が購入され、ラクロス公共図書館の建物が建てられた。ウィスコンシン州ウォッシュバーン市はウォッシュバーンにちなんで名付けられた。ウィスコンシン州北部のウォッシュバーン郡もウォッシュバーンにちなんで名付けられた。ウィスコンシン大学マディソン校のウォッシュバーン天文台は、知事時代のウォッシュバーンが その建設予算を確保したことで名付けられた。ありがとうございます。